この人が出ると必ず見るっていうタワーランキングって言うんですけど、2009年前後でなんか分かれてるんですけど、まあ順番で言うと1位から安성기、ソンガンホ、한석규、박중훈、설경구、まあこの順番、まあみんな多分すごく有名な人で、安성기がまあ1位だったんですよ。安성기が出ると見るみたいな。それは逆にあります。昔韓国の映画ってそんな人気がなくて、人気がない時代でも一人ですごく頑張った人がバクチャノック監督のあのオールドボーイとかが、あの賞もらったりしてたんですよね。どこで作ったかとかは本当にマニアの世界なので、会社だけを見て見るっていうのは本当に少ないのかなっていうふうに思ってます。あ、見てないんですけど。アニメを見てます、アニメ。ネットフリーで、キッズだと、まあ、ポケモンとかすごく人気ですよね。あとは、今まで観光で一番売れてた1位から10位まで見ると、映画、アニメ含めて、宮崎駿、ジブリスタジオで作ったものが4つも入ってるんですよ。ずーっと1位だったんですよ、最近まで。ハウルの動く城が。で、最近、それより後で出てたアニメとしたら、君の名はがもう歴代1位です、韓国で。なので、まあ、アニメとかはやっぱり見ますが、もうドラマは本当に見なくなりましたね。もう正直でほとんどがまあおかしいと思ってます、私は。昔は理解できますよ。なんか、これが売れなさそうだから名前を変えるとか。例えば、サムスンで出さないでギャラクシーって出してますよね。ドコモの携帯売るときにサムスンっていうロゴ消してるんですよ。それサムスンっていう認知度が日本のもともと持ってたその家電の企業に勝てる自信がないからなんですよね。でも今は BTS とかがサムスンのアンバサダーだし、今は出してもいいところですよね。映画とかもそうだと思うんですよ。昔は違約をしたりとか、とりあえず日本人に受けがいいものを作るっていうのはいいと思うんですけど、今結構全世界から見ると韓国の言葉をそのまま使う場合が結構いるんですよ。こないだアメリカとかで、これはまあ正式的なタイトルではないけど、国民たちの中で親孝行、孝行って何？アメリカにないんじゃないですか。これをどうやって翻訳されてるかっていうと、私は親孝行しますっていうのが I will be good son なんですよ。めっちゃ良くないですか？本当にそのまま、いい息子じゃないですか？グッドサンなんで。そういう風に翻訳されたりとか、もう韓国の文化をそのまま入れようとしている動きなんですね。だから日本のタイトルの中で一番好きなタイトルは、グエムールありますよね。あれ、グエムールそのままじゃないですか？で、グエムール見てわからないですよね。で、調べればわかるわけですよ。あ、韓国で怪物って言うんだ。だから怪物でいいわけなんですよ。だから、パラサイトがとても残念なんですよ、正直言って。パラサイトの英語もいらないと思う。犠牲中でよかったと思う。パラサイトって何？病気の映画なのか、災いの映画なのかな？と思うじゃないですか。しかも下に書いてるのが、半地下の家族。これだけ見て分かりづらくないですか？半地下に住んでる設定になってるのは、貧困層の人たちが、どうやって金持ちのところで、どういう気持ちで働いて、自分だけのバトルをしてて、どういうふうにお金をもらってるのか。で、こういう人たちがいないと、その中でまた自分たちでランクを決めたりとか、金持ってる人は実際罪はないけど、この社会ってそういう社会だよ。あなたは半地下の家族の人間と一緒だっていうメッセージじゃないですか。でも半地下の家族を出すから、いろんなメディアは韓国には半地下が多い。これ終わりじゃないですか。監督が伝えたいメッセージは半地下に住むか住まないかのメッセージじゃないですよね。だからとても残念なんですよ、こういう作りが。で、まず、敬語を使う人なのに、あからさまに用つけて、にだつけて言ってるのに、全部タメ語だったり、あれすごい嫌なんですよ。なんか見ててこんな感じで言ってないのになぁ、みたいな。あと、日本人に一番おすすめしたいのは秘密の森なんですよ。韓国のその検察と警察の問題とかが出ている面白い内容なんですけど、このドラマでジョスングの役割って、あの中ですごく冷静で、誰にも感情的じゃない、すごい冷たい人間ですよね。なので、誰にも敬語なんですよ。すっごい礼儀正しくて硬い敬語なのに、字幕見るとタメ語言ってるように、そういう感じになってるんですよ。いや、これ残念だなって思うんですよね、こういうの見ると。結構アメリカっぽく訳されてるような気がします、韓国語が。すごい気になるんですよ、そういうところ。ウィバスもいっぱいあるんですけど、一番びっくりなのが、ジュッケッターっていう言葉とかですよ。ジュッケッター。ジュッターっていうのが死ぬ。で、ポニャララゲッターだと、何々するつもり
もしくは、何々しそうっていう二つの意味があるんですよ。例えば、あー、ヒンドラチュッケッターってよく言うと、あー、大変だな、死にそうみたいな、体痛いみたいな、そういうなんか疲れた、あ、死にそうって言うんじゃないですか。でも、ゲッタを使うことによって、つもりにもなるわけですよ。アイドルが、あ、死にそうって言ってるのに、翻訳で死ぬつもりとかだとみんな、え、どうしたんですかみたいに、やりたいのか、そうするつもりなのか、そう感じてるだけなのか、こういうなんか、日本にない実勢の翻訳の問題がすごく目立ちます、やっぱり。日本のドラマ一つも見てない気がする、日本に来て。韓国ではよく見てたんですよ、逆に。孤独のグルメをドラマって言っていいのか分かんないけど、それは見ました。深夜食堂とかは見ます。だから本当に軽いやつ、なんかこう、ご飯食べながらつけっぱなしみたいな。うちだけが特殊かもしれないのが、ジェイちゃんと私って韓国のドラマも見ないんですよ。すごい話題になっているやつは、こういう内容だよって言うと見ます。だから秘密の森も、検察となんちゃらの話だよ。お、じゃあ見てみるかになるんですよ。スリナムとかも、なんか麻薬の話で、韓国人が海外で何したかなんか見てみたいな。そういう内容だと見るんですけど、だからシノプシスをやっぱり聞いてからは見る気にはなります、ね。逆に日本の皆さん、日本のドラマ見るかも質問したいんですよ。ネットフリ見て1位から10位の中で、ほとんど韓国のドラマか、日本のアニメかどっちかじゃないですか。日本も日本のアニメは見るけど、ドラマあんまり見ないような気がしたり。あと多分、ネットフリックスに日本のドラマがそんなに入ってないっていうのもあると思います、ね。だから、多分どっちかだと思うんですよ。 OTT 市場で日本で多分そういう海外向けで魅力がないから投資先が多分ないか、もしくは日本のドラマって広告たくさん入ってるし、お金すごい儲かるんですよね。実際テレビで出てるドラマが、だからネットフリーに進出をする価値を知らないか、どっちかじゃないかな。日本だけの文化ってたくさんあるんじゃないですか。原宿の人とかギャルの話でもいいし、ポヨコキッズとかそういうドラマ出したら絶対見るし、刺激的だし、でもなんでそうなったのかっていう日本の現象を誰か強く批判する内容とか、あと共感もらうんじゃないですか。なんかそういう日本だけの今社会現象っていうか、そういうのをたくさん作ってほしいなっていうふうに思ってますね。多分さっきジンさんがおっしゃってたことが核で、広告が入るからスポンサーが必ず入っちゃうので、そのスポンサーの問題で刺激的なものが作れない。なので企業さんたちが先に入って、そこで投資をする雰囲気になれば、その固い監督とか俳優たちも自然に入ってくるかなと思うけど、まだ誰もそんなにちょっと動きがまだ鈍いような気がしますね。でも必ずお金で動くっていうのが企業なので、いつかそうなるんじゃないかなと思います。